元老院よりも権力のある何者かによってコロニーは管理されている。そのことを察知したファーストはジャパニーズに起こる異変を確かめるため行動を開始するのであった。しかし本当にジャパニーズコロニーに我々元老院以外の命令が？ですからあなた自身の目でそれを確かめていただきたいのです。内容によっては手続きの段階で何らかのミスが起きた可能性もありますし、いやむしろそうでやってほしい。何かよからぬ企てがあるよりはマシですからね。企てだとしたら一体誰が何のために？真相究明も重要ですが、私としての最優先事項は人命の救助です。まずは現地でジョニーさんから紹介のあった調律師さんの話を聞くとしましょう。オペが必要ですね。安心してください。保険証はいりませんよ。勝ち負けしてください。今日のところでいいのよ。 Heaven or Hell Duel 1 Let's rockそれでいいと思います。受けてみよう。
ッションには疎いのですが、露出が過ぎる服装は倫理面だけではなく女性の健康によくありませんよ。あなたに捕まえられる？ Heaven or Hell Duel One Let's Rock。 いかがであげましょう。私は何かを観察できる身分ではありません。ただその技法を解きたいのならお力になれるかと思います。解決に見えて実際は枷によって凝縮された姿なのです。それがとGoing my way!
私の前から消えてください。あなただけでなく、このファウストも死ぬ。Versus Batman. Get them to rock. Heaven or hell, duel. One. Let's rock. コロニーの住人に医療処置を指示したのは慈悲なき刑事だとは考えられないだろうか。何ですか、やぶから棒に。それはどういうことですか。実はな、私は初めからジャスティスと融合などできなかったもの。はい、まさか今さら責任転嫁するつもりじゃないでしょうね。いや、そうではない。あの最後の戦いで私はソルによってジャスティスから引き剥がされた。旗からはそう見えていた。しかしその直前、実はジャスティスが私と融合することを拒絶していたのだ。拒絶？もし慈悲なき刑事がこうなることを
分かっていたとしたら。非常に興味深い話ではありますが、それとコロニーの件と何の関係が。かつての慈悲なき刑事は常に目先の問題を解決するための合理的で機械的な思考だったと思う。しかし私の仮説が正しいとすれば、あれはそんな無意識の存在ではない。人間の心理、心の機微を巧みに読んでいる。つまりあなたはこう言いたいのですか。慈悲なき刑事は人間を知るために人間になった。そしてあなたたち元老院を利用してコロニーを使った大きな計画を企てていると。飛躍した考えだと思うか。冗談ではありませんよ、クワバラ。クワバラ。しまった。これは夢か。そこにいるのは元老院、いや元元老院のリーダー、滞在人クロノス。無免許の闇医者のように。はい、これは夢です。そうか、これは夢か。他人の夢に長居するのもなんですので、我々はこれにて失礼します。ごきげんよう。いや待て、そうはいくか。俺の目の前を犯罪者が素通りするなんて、たとえ夢であってもまかりならん。そうだな。はい、そうであります。仕方ありませんね。ここでクロノスさんが捕まるとややこしいことになる。 Heaven or Hell Duel Let's Rock。 思い上がるだ。思い上がるだ。なんとか負けましたね。うん、はい、医者です。先生、ジョニーだ。悪いが、ちょっと込み入っててな。いい要点だけ言うぞ。今ここには来ない方がいい。レオが来てる。うん、やはり目的地は同じだったようですね。これは困りました。だがこちらは無事に調律師と合流できた。下調べは済んでいるそうだ。わかりました。少し代わっていただけますか。という状況だ。まずは医者としての見解が聞きたい。なるほど、わかりました。ではもう少し詳しく。住民たちの体温が日に日に上昇している。ここ数日で 0.002 度ほどだ。それは住人全員ですか。念のため気象条件と流行り病、それから星巡りの情報をいただけるとありがたいのですが。おう、ここで笑わんとは。Jの字が言う通り信頼できる人物のようだ。察しの通り、この以上はそれらの外的要因とは関係がない。また体温の微量な上昇に対して新陳代謝周期が計算に合わない速度で早まっている。ステージが進みすぎた。
メイさんと同じ処置はもう効果がない。これは診察よりも仮説を優先させた方がいい可能性も出てきましたよ。仮説？どういうことだ？少なくとも法力医療の教科書には事例のないことです。あなたは住民の観察経過を逐一ご報告願えますか？当面の対応はこちらから指示します。運はどうする？治療の方法を探ります。古い文献に心当たりがありましてね。Who dares to enter the night? Bedlam. ゲンロインの起こした事件はベッドマンが西王と共に画策した計画の一部に過ぎなかった。彼らが求めている絶対確定世界とはいかなるものか。物語は次なる幕を開こうとしていた。エルフェルト・バレンタイン、なぜ君たちは感情を与えられたのだろうね。おはよう。とは言ってもここは君の夢の中だけどね。夢？ここが？そう。そしてもう現実なんて見えない方が君のためだ。まもなく君は新時代の世界樹となる。今までに死んだ人間と違って生き返ることもできない。だからせめて僕にできることがあればと思ったのさ。一体何の話をしているの？お母さんは何を考えているの？言えないさ。言えるわけがない。いや、言ってもいいか。お母さんはね、魂のエントロピー増大を防ごうとしているんだ。人間が組織生命である以上社会構造は拡散するし、魂の不可逆的な終焉は避けられない。欲しいものはねだり、測って、にじって、奪って分け与えることが魂のリサイクルとしては真っ当だということさ。全く意味が分かりません。いえ、分かりたくもありません。ベンベン vs ベノベノ、 Get ready to rock。
人だったと思うよ。よかったね。ベッベッ、ウィン、ウィン、ストレイト。情報は可能な限り多くを把握して、検閲的に見識を深めるべきだよ。視界を捨てている世界なんて、すべてを認識した世界にかなうわけないじゃん。ベッベッ、バーサス、アクソン。Get ready to rock.Heaven or hell, duel one. Let's rock.我々は君の正体を把握しきれていない。何が得しても構わないが、台本を持たない者は舞台からご退場願いたい。
情報悪解確率を知ってるかい。 0.00001% に満たないらしいけど意味のない確率だよね。結局は死ぬか生きるかの2分の1なんだから、この戦いはそれと同期だから、かろうじてでも生きてる君はラッキーだと言えるよね。ベッベン、ウィン、ストレイト。安易を動機に行動する人間ほど罹患しかねるよ。人が生まれて幾世相、その間800億人ほどの人口が関わって未だに定義できないものに何の確証があるんだい。達成が存在しない目的を持つ者の考えは理解しがたい。第三者の態度を決め込むなら人間のすることに干渉するのはやめてもらえないか。あなたがもしラムたちの邪魔をするなら放っておけません。やめた方がいい。下手にこの夢から覚めるようなことになれば君は必ず後悔する。残されたわずかな時間、自らを呪って過ごすことになる。いいかい、僕はこの夢の中ならば君の願いを何でも叶えてあげられるんだ。だからもっと有意義なことを望んでくれ。だったらそれはあなたを倒して自由になることです。Heaven or hell, duel, duel, one, one, let's rock!
違う、目覚めるんだ、現実に。残念だよ。頭が変な感じ。頭が、まさか背徳の炎か。いや、そんなはずはない。だとしたら一体。気がかりだな。一応調べておくか。ベッベン vs Jack O. Get them to rock. この子が発信源。ん？君誰？ラムレザルでもない。こんなキャストを聞いていないぞ。ねえねえ、雨待ってない？さすがに思い過ごしかもしれないな。帰るとしよう。無視するなんて意地悪だな。トリックオアトリート。Heaven or Hell, Duel, One, One, Let's Rock。あんま最終手段。なんだ。いたよ。この。Okay。戦闘能力普通じゃないぞ。やはりこの子は特別な何かだ。検索完了。あなた自ら登録を抹消しているのね。とんだ変態行為だわ。でもここまで法力学に通じた人材は見たことがない。せっかく面白い話ができそうなのに残念ね。敵対する前に出会いたかったわ。なぜそのことを知っている。そんなことはザトウのような一度死んだ人間でなければ。まさか。ああ、なるほど。あなた覚醒しているとオーバーヒートしてしまうのね。物理メモリではあなたの思考速度を処理しきれない。なんてことだ。あの男はとんでもない隠し玉を用意していた。おそらく彼女はエルフェルトと同じ適合生態に違いない。となると用途は一つ。僕たちを出し抜いてジャスティスを。このままでは確実に絶対確定世界の障壁となる。彼女は危険だ。
episode. Who dares to enter the maze?与えられた使命と自らの運命、この暗い部屋の中で彼女はそれらを十二分に自覚していた。しかし急を迎えた事態は彼女の存在を不完全なものとしてしまうのであった。おはよう、イノちゃん。おはよう。予定よりちょっと早く起こしちゃったけど、調子はどう？頭も体もちょっとぼんやりしてるかな。それからね、断片化された記憶と性格の情報が不安定ね。魂の半分以上は孤立系の本体からダウンロードしきれていないみたい。相変わらず彼もプレゼンテーションを返さないから些細な盲点を見逃しやすい。天才ってだけで完璧なわけじゃないのに。だから友達が少ないのよ。本当、私自身がこの解決に専念できないことが歯がゆくてしょうがないわ。身体機能そのものに不調はないみたいだから、試運転と時代の認識も兼ねて。外の空気を吸ってくるね。ちょっと待って、バイバイ。ジャック・ホープ vs レムリコン。Get ready to rock。 パフォーマンスも把握しとくか。まあいいわ、応戦します。ありゃ、帰宅しすぎちゃったかな。
Jack. A win. Straight. どうやらプシケを獲得したみたいね。あなたたちバレンタインは私の子供。いえ。Jack O versus Steve. Get ready to rock.数学的に考えてもすごいんだよ。 1+1 は2じゃないって線形の数理モデルをいわば暗算で解決できるということなんだから。でも何も考えないのは違うかな。もうちょっと修行なせ。真理を解明した人と今朝庭の花が咲いたことに喜ぶ人、どっちが幸せかわかる？答えなんてないわ。ただこれに対してリスクの計算を始める人は不幸だと思う。難しい顔ばかりしてると幸せが逃げちゃうよって話。
versus Leo. Get ready to rock. Jack O versus Eno. Get ready to rock. Ah!
私がユノの天秤であることが関係しているのかしら。でもあと少し、もう少しで神になれなかったあなたたちにも安らぎを与えられると思う。それにしてもこの時代の魔法は随分汎用化されたのね。結局機械文明としての未来は避けられないのかしら。こんなところまで追ってきたの？後でちゃんと帰るのに。やっと見つけた。余計な手間かけさせやがって。Heaven or Hell, Duel 1 Let's Rock。 うわっ、ドラゴンアクトル。うわっ、ドラゴンアクトル。敗者たちの断末魔がアンサンブルとなって最高の交響楽。Continue. あなた。Jack O versus Eno. Get ready to rock. Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock.あんたはまだ不安定なんだ。下手に動けば自分自身に負担がかかんだよ。ちぇ、自分だって不安定なくせに。ちゃんと後で帰るから、もうちょっと遊ばせてよ。ジャック・オー、versus ソウ。Get ready to rock.私を捕まえに来たの？もうちょっと待ってよ。そう言うな。お友達のソルバッドガイも連れてきた。ソル？あれ、君そんな名前だったっけ？確か、それ、あれ？よく思い出せないや。なんでだろう。とても大切な名前のはずなのに。確か伝えなきゃいけないことが。一緒に、私はそのためだけに。でも君と一緒なら帰ってもいいかな。よし、狙い通りだ。では戻るぞ。いいよ。待て、仮面を取って顔を見せろ。いいけど。飴だ。複合補足
剤なんだ。まだ原生定義が定まってないから、マスクなしでちょいちょい摂取しないとダメみたい。それは戻らなければ。本当は持ってんじゃないの？トリックオアトリート！ Heaven or Hell Duel One Let's Rock! マジシャン！ナイト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 ！ナイIt's not over yet. Counter. でもとっても楽しかったから、特別に仮面を取ってあげる。私はジャック・オー・バレンタイン。バレンタイン？そう、バレンタインシリーズの完成形、ジャスティスの完全なる適合生態だから、私はアリアの半分子だよ。そう、半分、半分。いえ、それは正しくないわ。正確にはフラグメント化されたアリアの記憶データを統合し、ジャスティス個体としての情報セクターを上書きする素体復元ユニット、ユノの天秤を人類に還元する役目。でもごめんなさい、せっかくの再会だけど今はまだ半分だから、あなたのことはあまり思い出せないの。それでも心が激しく揺れるのを感じる。きっと昔の私は相当あなたを思っていたようね。そんなはずはねえ。それが本当だとしたら、お前はアリアはジャスティスの素体だったってことか。そんなバカな話があるか。あなたの心も感じるわ。とても激しい背徳の炎と戦ってるの。礼を言おう。待て。ソルバッドガイ。そう、今はあなたも半分なのね。Who dares to enter the mayhem? Jam without the bill. Jam without the bill. Jam. Jam without the bill.
店を失った。貯金箱は羽のように軽く、目をつけていた男もほんのちょっと手が届かなくなった。彼女はむしゃくしゃしていた。Heaven or hell, duel one. Let's rock. あなたは？料理人、気分転換長。お前、賞金壁か？独創的な挨拶ね。この世界の女は半々の確率で賞金壁やろ。私、生まれる世界を間違ったかしら。で、その料理人さんがどうしてまた賞金壁なんかにご用？手取り早く体験手に入るの。私を追ってきたわけじゃなさそうね。え、結局お前何なの？ただの家出。そう、あなたと同じで気分転換ってとこかしら。ねえ、よかったら少しの間話し相手になってくれない？
シェフが料理すればもっと美味しくなると思うある？私いいシェフよ。ジャン vs チャンピオン Get ready to rock。チンジャオロース、野菜抜きみたいね。そんなの A 級グルメね。 A 級って、それ…ジェン vs ディズニー Get ready to rock。一緒に医者行こうやろう。
大金が欲しいって言ってたけど、あなたはお金が必要なの？店がすっとんだからね。こないだので3件目すっと…3件？大したことないね。よくくじけないわね。何すんの？お前はそうやって立ち上がるのに理由必要か？転んだまま泣いていいのは子供だけよ。タフな人見習いたいわ。時給200円でいいなら。Heaven or Hell Duel Let's Rock。 裏まで味わう、行くよ。味わうよろしく。ここお前はなんで嫌でしたか？特に理由はないわ。他にもいろいろない。いろいろ。それはお前が半分人間だからか。半分ってどうして知ってるの？木でわかるよ。なぜかお前の毛は普通の半分。驚いたわ。あなた気の使い手でもあるのね。残りの半分を探してるか？ないものを探してるわけじゃない。あるはずのものを探してるの。私ね、何にもないの。不満も失って困るものも欲しいものもない。つまりないものもないの。不思議なことにそれが落ち着かないのよ。確かに転んだ時に起き上がるための理由なんていらない。ただあなたのようにそれを肯定したいの。私は自分を否定していないだけ。何かが違う。新手の謎なのか？そう、謎なぞかもね。私はこの辺で別の道に行こうかな。短い間だったけど楽しかったわ。そうか。じゃあツアーの代金はつけとくね。あなたのそういうバイタリティ本当に見習いたいわ。さっきの謎なぞ答え分かったよ。
普通のことすればいい。世界を救うね。いちいちエキセントリックなのよね。特別なことないやろ。みんな普通にやってるよ。食う、寝る、遊ぶ。ああ、働かなくちゃ食えないから仕事もか。それでどうやって世界を救うの？そのままでいいよ。ただ生きる。生きてる間は世界があるね。ほら、世界を救ってる気になれる。自分の日常を守ることは自分を肯定すること。違うか？それあなたの哲学？面白い。半分人間の私が世界を救えるかしら。誰でもできるといいんだね。ちょっとかかってくるよろしい。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 あた手遅れになる。フーッ、ポステリオリな感覚で申し訳ないけど、あなたでは私に勝てないわ。私の理気が晴れたわ。理由がわからないときはわからなくてもいいね。獣は早く逃げることができなければ食われる。早く追うことができなければ飢える。でも人は違う。より長く走り続けられるやつが強く生き残る。だからちょっと気分を発散したらいつもの自分に戻る。あなたにとってその道は何？あたしは料理人。ありがとう。
お勝ちも力出直しよ。